エジプト第三十王朝は、紀元前4世紀にエジプトを支配した王朝。ネクタネボ一世が、ハコルノコネフェリテス二世を廃して、これを創始した。この王朝は、時代的には末期に当たると考えるのが普通である。この王朝は、最後のエジプト人の王朝であるとされる。ネクタネボ一世の像エジプト第三十王朝時代のマスクネクタネボ一世は、 紀元前380年11月には、エジプト全域を掌握していた。在位中はもっぱらサイドのエジプト征服を目指す、アケメネス朝、ペルシャに対して主制に回っており、時にスパルタとアテナイの援軍を受けこれを撃退するという状況だった。しかし、ペルシア内部での不和や地政を熟知したエジプト軍の戦術などが走行し、ついに侵略を許さなかった。 紀元前365年には息子のテオスの飛護を当てにしたものだったが、実際、ネクタネボは、このエジプトの南で独立勢力として2年以上もその地位を保つのである。江戸府で見つかった記録には18年という数字が見られる。ネクタネボ2世の地位世は、先々代のそれよりも宗教に力点が置かれていた。しかしただ次々と神殿が建てられただけでなく、 そこに備えられる彫像なども優れたものが多く見られる。神々を崇拝し、自らを新人仏界ファラオと位置づけている点は、ピーター・クレートンの言うように、かつての価値観への回帰と見ることもできる。反逆者のカバシが王を自称した時代が影を落としているが、ネクタネボは、エジプトを支配した最後のエジプト人のファラオとされている人物であり、彼のエジプトからの逃亡は、独立した。 統一体としてのエジプトの終わりを象徴している。ネクタタボ一世が建造したカルナック神殿の第一、東門無数の記念碑や神殿を建立した偉大な建築者としても名を残している。ネクタネーボ一世は、エジプト中に無数にある神々の荒廃した神殿を修復し、聖なる島、フィラエに小さなキオスクを建てたりした。また、エルキャブ、メンフィス、サフトエルヘンネフ、 タニスにも聖書を作らせた。これらの都市、特にフィラエは後に古代エジプトにおいて重要な信仰の地となるのであった。また、この時期の信仰はイシスの祭祀が行われる最初の一歩であった。ヘルモポリスでラムセス2世のピュロンの前に優れた石柱を建てたのもこの王朝でのことである。カルナックの神殿にも最初のピュロンを設けている。この王朝の滅亡後には 再びペルシアの支配下に収まることになるが、その時期であってもこの王朝の時代の建造物は残り続けることとなり、前述したようにエジプトの神々を崇拝する中心地として残り続けることになる。ありがとうございます。